どうもどうも、あるもので楽しく生きたい雑草カフェのあゆみです。このチャンネルはですね、美味しくて栄養や効能がたくさんあって、で0円というとっても魅力あふれる雑草食についてご紹介しまして、あわよくば私の雑草仲間を全国に増やそうという目論みで始めていますチャンネルとなっております。で今日はですね、雑草食ことはじめやらせていただきます。どこにでも生えてる。で、まあ、癖がなくて食べやすい。まあ、美味しいって感じですね。で、もう一つが、毒草と間違いにくいという、この三つの条件を満たした、雑草をご紹介する雑草食ことはじめですね。今回はですね、まあ、パート8になりました。8番目にですね、ご紹介する雑草は、吐きだめ菊さんです。かわいそうな名前の植物っていう、特集とかでね、よく名前が当たったりする、日本の植物学の父と呼ばれてる、牧野富太郎先生がですね、吐きだめでこの花をね、発見したので、吐きだめ菊というふうにちょっと名付けたというお花でございます。このね、吐きだめ菊なんですけども、菊科なんですね。まあ、お名前の通り菊科で、コゴメ菊属。菊科コゴメギク属です。でね、コゴメギクっていう草もまた別にあるんですよね。なので、すごくね、似てます。どっちもコゴメギク属で似てるんですけど、違いはですね、コゴメギクの方が花びらがね、吐きだめ菊よりね、かなり小さいですね。だからなんか、お、すごい貧相だなって感じします。見てるとね。あと、葉っぱとかにも毛がね、吐きだめ菊より少ないんですよね。吐きだめ菊かなり毛が、ふわふわの毛がすごいいっぱい生えてるんですよ。だけど、コゴメ菊はちょっと少なくって、葉っぱの表面にね、なんで毛が少ない分ちょっとツヤが出てたりっていうこともあります。はい。まあね、見分けられなくても死んだりしないので、安心して食べていただける雑草です。では、早速畑に取りに行ってる動画をご覧ください。畑の一角にやってきました。これね、蓋をね、あるんですけども、こう、蓋をね、覆い尽くしてしまっている、こちらの植物。はい。こちらが、吐きだめ菊さんです。うん。結構ね、白い、可愛いお花ですよね。なんか、名前は可愛そうなんですけど、とっても可愛いお花が咲いてます。で、この吐きだめ菊さんなんですけどもですね、食べ頃の時期はですね、じゃじゃんちゃん、ここら辺にある、これですね。葉っぱがですね、大きくって、お花と、距離が近くなってる、このぐらいが食べ頃です。葉っぱが大きいのでね、食べ応えがあるというか、これが成長すると、こういう感じになるんですけども、ここまで行くとですね、ちょっと葉っぱもちっちゃくなっちゃって、別に食べれるっちゃ食べれるんですけど、食べるところが少なくなっちゃうんですよね。なので、もうちょっと若い頃ですね。こんな感じでね、花の咲きかけの、こういう、ところを取るのが、花が咲く前はですね、こんな感じで、ちょっと真ん中ら辺に、黒っぽい、まあ、つぼみというか、がつきます。見えるかな？はい。こんな感じで黒っぽいつぼみがついてます。吐きだめ菊の特徴としては、まあ、このね、白い可愛い花が咲いてるとすごくわかりやすいと思うんですけども、こんな感じで、なんか3枚の花びらがくっついてるみたいなのが、1、2、3、4、5、5個ついてます。成長したら茎が徒長してこんな風になって、で、種はね、こんな風に、こう、ほわほわの感じになるんですけども、うん、これでポロポロ落ちていきます。はい。で、葉っぱの感じは、毛が生えててね、ふわふわしてますね。ふさふさ。ふわふわ。で、すごく柔らかいです。こんぐらいの太い茎になっても、パキって折れてくれるぐらい柔らかいので、すごく食べやすい葉っぱですね。で、吐きだめ菊っていう名前の通り、菊科なので、どちらかというとね、春菊みたいな風味のする、葉っぱになってます。
なんでね、まあ、ごまあえとか、で、刻んでごまあえとかにして食べていただくと食べやすいと思います。はい。ですね、先ほど摘んできた吐きだめ菊を、茹でました。1分くらい茹でこぼして、で、縦横に食べやすく刻んでます。で、今日はですね、これを半分を、ごまえにしまして、半分をパスタに入れていきたいと思います。なので、ここにですね、パスタ用のニンニクと玉ねぎのみじん切りをちょっと刻んでおります。では、早速調理していきます。はい。では、たっぷりのオリーブオイルに、ニンニクのみじん切りを入れました。ここにですね、豚ミンチを今日は入れていきます。はい。はい。はい。豚ミンチを入れまして、玉ねぎのみじん切りも入れちゃいました。それでちょっと火を通します。はい。まあ、そこそこ火が通ったかなと思ったらですね、こちらでちょっと茹でておりましたパスタですね。で、うわ、めっちゃくっついてる。パスタを入れていきます。はい、たくさん、塩を入れたお湯で茹でてるので、ここではね、あんまりこっち側で後から塩を足さずに、基本は胡椒だけで、まあ、そういうイメージで、できるぐらいまで塩をちょっと多めに、茹で汁の方に入れてます。はい。じゃあ、全体的にも絡まったら最後にね、吐きだめ菊の茹でたやつを入れます。はい。吐きだめ菊を混ぜまして、完成です。はい。ではですね、もう一品ごまあえを作っていきます。はい、ごま油と、今日はですね、もう手抜きで、なんか、めんつゆ的なやつ、これ一本ってやつ、お好みのめんつゆで大丈夫です。そしてよく和えました。はい。で、ここでですね、いりごま。いりごまだと酸化してしまうので、いりごまを、こう、つまんで、こう、食べる直前にね、こう手でひねって潰して、かけると。というのがね、なんかいいというふうに、ちょっとね、お料理の先生にこの間聞きまして、実践しております。はい。こんな感じでね、食べる直前に。なんかこのままかけると、逆にね、消化できないらしくてね、こう、手で潰して、うん、これで、完成でーす。はい、では、早速パスタを食べていきます。あ、息子が見切れている。どうですか、パスタは。美味しいですか。リチウマムイムイ、プンプンまで入れます。リキウマムイムイプンプン丸いただきました。では、イミもちょっと食べてみます。うん。春菊より優しい感じですね。結構いっぱい入れてるんですけども、春菊より優しいけども、まあ、春菊みたいな菊の香りがふわっと香るという感じで、すごく美味しいです。うん、うん、うん。うん、おいしい。ではですね、ちょっと息子くんにもう一本作りました、吐きだめ菊の、あ、ちょっと待って、ごまあえを食べてもらいたいと思います。はい、どうぞ。どうですか。うまいけど味濃すぎだぞ。うん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 、確かにちょっとめんつゆを入れすぎました。うん、葉っぱは美味しいやろ。あんまり葉っぱの入れせんやろ。うん、はい。ね、吐きだめ菊ちょっとね、油と和えないと、これごま油と和えなかったら結構ね、菊の香りがガッとくるんですけども、ごま油とかごまと和えちゃうとかなり
食べやすくなって、全然こうもう、なんていうんですかね、癖もあまり感じないみたいな形になって、すごく食べやすくなります。はい。あのね、まあ、秋から、今の、そうですね、冬入りかけ、今かなり寒くなってるんですけども、今もね、畑にボーボー生えてましたので、はい。ね、畑なんかがある人は、ぜひ、撮ってみてくださいね。うん、せーの。ではでは。バイー。おー。ではでは。